失礼しますお嬢様こんばんは今夜は星空が綺麗な夜ですね今ぐらいの時間帯だと明かりも少なくなって星がよく見えますよお嬢様も一緒に星を眺めませんかなんて冗談ですよ さすがに私も眠くなってきましたしお嬢様もお休みになる時間ですからねそれにお嬢様が私を呼び出した理由もなんとなくわかっていますしそれでは失礼しますね <laughs> お嬢様のベッドふかふかで気持ちいいですね。 それに、いい匂いもします。何慌ててるんですか私は知ってるんですよ。お嬢様は、夜、不安になって、一人で眠れないことは、私は知ってるんですよ。<laughs> 最近のお嬢様は、 お昼によく居眠りをしていましたからね。メイドの勘ってやつですよ。ほら、私が寝かしつけてあげますから、私にくっついてください。<laughs> いらっしゃい、お嬢様。私に抱かれて、 どんな気分ですか暖かくって気持ちいいですか <laughs> それなら良かったですそうだ背中をポンポンしてあげますねポンポン いい子ですねお嬢様はいい子ですお昼はお仕事をして夜も遅くまで書類整理などをされてそれにいろんなストレスを抱えながら私のことも考えてくださってえらいですね今までいろんなストレスから 夜一人になった時、不安に襲われて眠れなかったのでしょう。でも、今は大丈夫ですよ。私がそばにいるから何も怖くないですよ。不安で泣きたいことがあったら、私の胸の中で泣いてもいいですからね。 我慢のしすすぎが一番ダメですからね。人は我慢しすぎると内側から壊れちゃうからこまめに発散してくださいね朝目が覚めるまでずっとおそばにいますから今は嫌なことや不安なこと全部忘れて私のぬくもりや 呼吸を感じて安心して寝てくださいね。 ご視聴ありがとうございました Thank you for watching チャンネル登録お願いします Please subscribe to my channel それではまた次の動画でお会いいたしましょうバイ